本当に日本来んのかよ。まだアメリカ残ると思ってたわ。巨人は絶対必要だよな。レフトが楽だもんな。勘弁してくれよ。地上機械欲しさで巨人行っちゃうのかよ。再席でお金も余ってるだろうし、かなり積んでくるよな。お堂は帰っちゃったし。筒香が巨人か。いや、巨人行くぐらいならよそ行ってほしいな。まあ同じリーグだし、何より巨人ってんのは嫌だよね。筒香といえば横浜だもんね。やべにバントさせられまくる筒香は見てらんないだろ。日本帰ってまでスリーバント失敗は嫌だよ。そんな理由かよ。うるさいで縛ってくれた方がまだマシだわ。筒香今年帰ってきそうだな。やっぱり DNA が取んのかな。いや、まだ日本帰らないでしょ。どうせ来ないよ。もし来たとしてもレフト佐野いるからな。ファーストもオースティンだし。でも必要は必要でしょ。いたとしてもオースティンずっと出れるか分かんないし、バックアップでいてくれた方がいいよ。レギュラーで欲しいとは言わねえのかよ。賛成派でも控えたと思ってんのかよ。でも先発足りないから筒香より噂が欲しいな。補強予算的に筒香はやめとこう。お前ドライすぎるだろ。噂はと筒香を天秤にかけんなよ。噂が横浜を救って筒香が日本ハムを救えば解決だろ。ウィンウィンってこういうことだよな。何も解決してねえ。ドライすぎてメジャーの GM と喋ってんのかと思ったわ。巨人ここで動くのかよ。森とか近藤とかもっと動くとこあっただろ。筒香巨人なの。オドアが退団したのが決め手になったのは助かるな。アメリカ巨人中日で筒香中田ジャリエルの三角トレードだ。ドラゴンズみんな打てるようになってきたからいいや。ライト梶谷、レフト筒香で行くならセンター桑原とか取りに行きそうだな。戸郷か岡本出すぐらいの巨人の本気が見たいね。巨人か横浜、メジャー帰りは全員カープに行くもんだと思ってたもん。え、筒香来ないの。レフト筒香、ライト柳田、センター近藤が見たかったのに。アメリカで適応できなかった選手はすぐ活躍するから期待できるな。